皆さんこんにちはレクセ専任講師のうんノですそれでは前回に引き続きまして相続人は一体誰でしょうというですねお話を簡単にさせていただきたいと思いますさあ今回はの家族関係は次のような状況ですはいまずはこの家に入っている A さんが亡くなりましたで A さんには配偶者の B さんとの間に設けた子供の E と F 着出子ですね そして前妻の C さんとの間に設けた D という子供がいたということです前妻の C さんもまたすでにお亡くなられているともう個人ですから A より先に亡くなってるとお考えください A より先に C が亡くなりで C との間に設けた D ね。で A の再婚相手である B との間に設けた E と F がいるという状態ですさあこの時に A さんを相続するのは一体誰でしょう ということなんです A さんの相続人前回やりました配偶者 B は常に相続人となりましたよねですから B はまず相続人として確定です。そして子供今回 A から見ると子どもというのは前妻との間の D と5歳との間の EF この D とそして E と F。 この3人はいずれも A から見て子供とということになるんです。そこで実はこの D と E と F、ね、この子供同士は1対1対1になっていきます。1対1対対でその1対1対1この D と E と F、ね、これを合計したものと B 配偶者の B が同率になるわけですから、まあ、よくこの 比率を相続分の分数にするのがよくわかりませんなんていう質問をよく受けたりしますのでちょっと簡単なご紹介をしていくと D 対 E 対 F ね、これが今回1対1対1ですよねで、この1対1対1足したものだこのもの合計が配偶者とイコールになるんですから1たす1たす1が3でそ,のそれと配偶者がイコールになるんだから3ですよね 一対一対一対三、そうしましたらあとはこの一対一対一対三を相続分に直すには一たす一たす一たす三六、これで分母が六というふうに確定です。で、あとはその分子として上のこの一一一三を載せていけばいいので、で結果として答えもう出ましたね。D 三六分の一、E 三も六分の一。 F さんも6分の1、はい A、B さん6分の3個と2分の1、6分の3と書いてもいいですよ、A。2分の1、これが今回の答えということになります。さあこの時、E と F から見た D というのは、これ腹違いの兄弟ですよね。E と F から見た D というのは腹違いの兄弟。ところが E から見た F は胴腹の兄弟です。 えー、e から見た F F から見た E は同じお母さんから生まれているからですところが E と F から見た D は、えー、お母さん違いなんですこういうのをあの腹違いの兄弟などと言いますで、えー、法律的には E と F これを全血の兄弟と言います全血ね、えー、E と F 全血の兄弟全部の血が同じって書くんですよ全部の血って書くそれはお父さんとお母さんを同じくする兄弟という意味です でそれに対して E F から見た D また D から見た E F を判決の兄弟と言ってきますねなんかね判決ね、えー、ちょっとなんか、えー、面白いですけど半分血がつながってるという意味です D から見た E F E F から見た D ね A しか同じくするね父親を同じくするのみで母親は違うからという意味なんですねでこのように判決全決なんて言葉を知っていただいた上ででも 今回はあくまで A さんから見た関係なんんですよ A さんから見るとその前妻との間の D だろうが後妻との間に設けた EF だろうが子供であることには変わりありませんから A から見たらその前結判決一切無関係でもう子供であるということで1対1対1になるというふうにご理解いただきたいと思います。さあそれでは今回はこのように前妻との間に設けた子供そして後妻との間に設けた子供がいる場合の相続人と相続分について学習していきました。 次回は今度はですね、もう少し複雑な事情にがある場合の相続人と相続分について検討していきましょう。それでは今回の講義は以上で終了いたします。